皆さんこんにちは、個別指導塾決裁塾長の小林です。中橋です。はい、今回のテーマはですね、網羅ケースの数学の参考書の新定番になるかもしれないニューアクションレジェンドを、紹介したいと思います。はい、まあ、ニューアクションレジェンドの動画撮ってくれっていうのが実はね結構前からコメント欄で底堅くありまして、大変申し訳ない、ずっとスルーをさせていただいておりました。まあ、なんでかというとですね、はい、実はこのこれと比べたかったんですね。新しいね、進化定番のアホチャートとニューアクションレジェンドさんを比べたくて、で、まあ、結果的に多分この前動画で出たと思うんですけど、その進化定番のアホチャートは、まあ、そんなにまあ大きな変化はまあないということがやっと分かったので、このタイミングでそのニューアクションレジェンドと比較をしたいなというふうに思ったということでございます。はい、でニューアクションレジェンドのまあ特徴としてはですね、まあ、まずとにかくまあ網羅系であるということですね。だから系列で言うと、まあ、青チャート、まあ、フォーカスゴールド系ということになるわけですね。はい、で例えば標準問題成功とか基礎問題成功みたいに、まあ、レベルをある程度区切って、まあ、少ない問題というよりは、まあ、結構まあ重厚感のある、まあ、網羅系、まあ、レベルで言うと、まあ、基礎的な部分から、基礎といっても超基礎じゃないですね、それなりの基礎的な部分から、まあ、ある程度入試の標準レベルに行くかどうかぐらいまでの、まさに、青チャートフォーカスゴールド帯のレベルになってくるかなと思います。はい、で一応今回ですね、あの 1A のそれぞれ、まあ、進化点がまだ 1A しかないので、はい、1A それぞれ見て比べていきたいというふうに思います。はい、でまず最初に問題数なんですけれども、ニューアクションレジェンドの 1A に入っている問題が約300問例題で、そうですね、はい、例題で300問ちょっとあるって感じですね。うん、でこちらの、1A に関しては、ざっくりなんですけど340問ちょっとぐらい、なので、まあ、10% ちょっと例題が少ないという感じですね。そうですね、はい、はい、まあ、ただどちらにせよですね、青チャートもニューアクションレジェンドも網羅度は非常に高い参考書になりますので、まあ、じゃあニューアクションレジェンドで足りない30代がものすごい重要かって言われると、まあ、正直僕はそうではないかなっていう意見ですね。そうですね、はい、だからどこまで切れるかみたいなね、そうです、まあ、やっぱ永遠のテーマだし、そうです、そうです、うん、それやり始めたら結局やり込んでいくと基礎問題成功とかになってくるので、そうそう、はい、なのでそこは難しいところなんですけど、ただまあ網羅できないとか、あのその少なくなっちゃった40問とかで、まあ、とにかくなんか範囲的に不安が残るとかではないかなという感じですね。はい、そういうふうに考えてます。はい、で次に、レイアウト面なんですけれども、はい、まあ、皆さん青チャートはご存知の通り、まあ、例題がポンって書いてあって、その下にその進化定番は指針ということで、まあ、赤掛けみたいなところがあって、でその下に、まあ、いわゆる、まあまあ、回答模範回答みたいなのが書いてある。でさらにその下に、まあ、練習問題が書いてあると。で場合によってはあの検討みたいなねフィールドがあることもあるんですが、基本的にはそんな感じになってます。はい、はい、でニューアクションレジェンドはどうですか。ニューアクションレジェンドですね、同じく問題が一番上にあるんですが、まあ、その下に指針という形ではなくて思考のプロセスっていう形であの書かれているものがあります。はい、まあ、要は同じですね。まあそうですね、基本的には同じような形になるんですけれども、まあ、若干こっちの方が突っ込んでるかなっていうイメージもこの中ではあるかなっていうところではあります。はい、まあ、どちらかというとその一言メッセージ的なのがついてですね、アクションっていうので、はい、あの結構こういう時はこうするんだみたいなのを考えやすいようにはなってるかなと思いますね。そうですね、でもあのチャートもあるよ、共有点あの実数回とか本当です、ね、あるよ、まあ、あるっちゃある、まあ、うん、いやまあその難しい、どっちにどっちがいいか難しいけど、そうですね、ニューアクションレジェンドはほぼ全ての問題にそれがあるっていうようなイメージを持っておいていただけるかなと思います。ね、はい、でその下にまあ回答が、そうですね、回答があって、はい、で、まあ場合によってはポイントっていうのがあって、うん、でその後にまあ練習問題があるっていうような感じのイメージですね。なのでまあそのまあ伝統的なその網羅系数学参考書のまあレイアウトかなというふうには思います。そうですね、でもちろんはみ出てるのもあるけど、基本的にはその1ページでこう完結しているっていう感じですよね。うん、そうですね、はい、であとは章末問題みたいな名前なんですか、エクササイズみたいな感じでしたっけ。そうですね、あ青チャートはエクササイズとか、そういうのがあるんですけど、青チャートはエクササイズ、そうですね、こちらだとですね、あの問題編っていうのが普通にあってですね、 あとプラスでレッツトライっていうのがありますね。レッツトライ、はい、はい、ちょっとあのいろんな参考書のこれ名前がもう僕覚えられなくなってきて、そうそう、なんかねごちゃごちゃになっちゃうんですよ僕もね。そうそうそう、はい、発展例題とかさ、まあいろいろあるんでね、まあそういうのも一応あるんで、まあ基本的にはなんすかね、雰囲気的に言うと、まあ、青チャートの、まあ、凝縮版って捉えるのが、まずパッと見の印象としては良さそうですかね。まあそうですね、はい、まあ、そういうような印象自体はあの大きな間違いではないかなと思います。はい、であとは実際何が違うのっていうと、やっぱ解説部分ですかね、解説が回答か、はい、うん、その辺はどうですか中橋さんから見て。そうですね、やっぱりあのどちらかというとニューアクションレジェンドの方がちゃんとした回答にはなっているかなっていうイメージはあります。青チャートだとどうしても分量が多い分、うんうん、
若干飛躍してしまう部分っていうのがなくはないんですよね。そうですね、はい、やっぱたまになんかこう、まあ、別に誰がとは言いませんけど、なんかツイッターとか見てるとあの青チャートのこっからここなんか変だよねみたいな、そう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 、まあまあツッコミが入ってたり入ってなかったり、うんうんうん、するので、別にじゃあニューアクションレジェンドがね全てにおいて完璧かというとまあそうか分かんないですけど、まあ、うん、あの多少そこのクオリティは結構数学がお出来になる、ね、うん、あの方々からの支持もあるという感じですかね。はい、そういった印象があります。うん、なので、まあ、今後じゃあ実際ね、じゃあどっち使えばいいのっていう話になってくると思うんですけど、うんうん、まず僕の感覚としては、まあ、青チャート持ってるんであれば別に使えばいいと思うんですね、うんうんうん、なのであのぜひ使ってほしいなというふうに思います。はい、ただ例えばですね、その参考書類との組み方ですよね。いや組み方ですね、はい、これ本当に。でこれまだあのキャストダイスの塾内でも確定事項じゃないんですけど、うんうん、まあ、1個例えばアイデアとしてこの動画として、まあ、発表せっかくなんでしておくと、例えば、まあ、うん、チャートが終わった後にプラチカレベルに行ったりとか、まあ、すごくできる方ならいきなりヤサリとか行ったりとか、うん、まあ、そういう方にとってはとにかくまあ網羅しといた方がいいと思うんで、まあ、おチャートっていう選択肢もありかなと思うんですね。そうですね、はい、うん、でまあそういったものをこう全部やって、で次にまあヤサリ行ったりとかプラチカ行ったりとかっていうのができるんだったら、それでまず問題はないと思います。うん、はい、はい、一方例えばですね、結構最近僕らが推してるやり方があって、うん、青チャートやってってるんだけど表紋をかぶせたりとか、うんうん、一対一をあえてかぶせに行くっていう、うんうん、あの別に全員やると言ってるわけじゃないですよ、うん、間違えないでくださいね。そうそうそう、時間に余力もあって演習がバリバリできて数学が苦手じゃない方、うん、そういう方にお勧めしているやり方なんですけれども、うんうん、要は例えば青チャートに書いてある問題のレベルと例えば表紋とか一対一って、まあ、似たレベルたくさんあります、うんうん、なんだけど回答解説の切り口が結構違ったりするわけですよね、うん、でもちろん1対1で左読んであなるほどで進んでいけばいいんだけど、そんなに読むのが甘くなくて、うん、ちょっとよく分かんなかったりとか説明が足りてなかったりする感じがする、うん、なのでスタンダードな方法でこういったものを読んで、あ、こういうとこまで理解しつつ、ただ1対1とか見ていくことでその視野が広がるというか、多角的に問題が捉えられるようになるということが、うん、とても例えば東大志望とかの方には大事だったりするので、そういう意味でやってもらうんですが、そこに使うんだったらニューアクションレジェンドもありかなという気が。そうですね、僕は結構ありなんじゃないかなっていうふうには思いますね。ですね、はい、うん、先ほどちょっと紹介しなかったんですけど、なんか思考の戦略編っていうのは一応最後末尾についててですね、この場合だと例えばそのあの問題をパッて見るだけじゃなくて、どういう思考プロセスであの問題を切っていくのかとか、困った時にどういう風にすればいいのかみたいなのを一回見た上で、またその1対1とかに入ったりとか、ある程度知識あるし、ある程度見方もつけたと、あの身についたと、うん、でその上で、まあ、1対1とか表問とかの問題見ていくと、まあ、若干あっちの方が難しい問題がね、例題より、うん、あのこういったニューアクションレジェンドとかお茶の例題よりは難しい問題が入ってくるので、まあ、そういう意味で言うと、まあ、あのそういう参考書をやったことによってさらに視野が広がったりとか、あの頭の中が整理されたりってことはかなりあるんじゃないかなと思いますので、あのどちらかというとニューアクションレジェンドの方がそういうものとの、まあ、親和性というか高いかなっていうのは印象はありますね。ですね、はい、なので結構そもそも被せて問題数をより担保していく人にとっては、まあ、多分そこの40代ぐらいかが少なかったりとかするというのも、うん、まあ、ある種回しやすいというメリットにもなるし、うん、まあ、ゆくゆくそれこそ台数みたいなところに向かっていくような、うん、人たちであれば、やっぱりそのきちんとした解説を今のうちから見ておく、うん、目に触れておくってことはそれもそれで大事なことだと思うの で、ね、決してあのニューアクションレジェンドを排除する理由にはならないなというふうに思います。はいはい、まあ、すでに多分うちの塾生とかだと青チャートもゴリゴリやって、1対1とかゴリゴリやってみた人もいるんで、あの表紋もゴリゴリやってみた人もいるんで、まあ、それはいいんですけど、す、まあ、今後の選択肢としてそれでもありじゃないかという。そうですね、はい、実際青茶とかフォーカスゴールとかニューアクションレジェンドとかうちに来ていただいた時点でどれかっていうのがもう決まっちゃってる子も多いじゃないですか。持ってたりするから、ね、そうですね、持ってるからじゃあまあ別にそれをやろうって僕らも結構話をしてるだけ で、 そうですね、本来もちろん今ね、僕も中学生の生徒とかあのいますけれども、まあ、僕であの普通に塾の中にあの中学生の生徒とかいますけれども、はい、あのそういった方に対してはあの基本的にはやっぱりどれがいいのかっていうのをね、厳密に選んでた方がいい部分もあるので、まあ、今みたいな参考書のルート立てっていうのは必要になってくるんじゃないかなと思いますね。そうですね、なので、まあ、解説とかのクオリティも含めて、はい、まあ、今後、まあ、新定番になっていく可能性あるんじゃないかなとは思います。ただ、はい、あの注意点がありまして、うん、あのなんでじゃあ僕らが青チャートじゃなくて全面的にニューアクションレジェンドって言わないかっていう問題があるんですよ、うん、やっぱり青チャートとかってずっと存在してくれてるんですね。うん、そうだから例えばなくなるとかがない可能性が非常に高いんですよ。そうですね、まあ、今回もある種そのこのタイミングに合わせて即座に改定してくれたし、改定してくれたりとか、はい、で他の出版社さんも別にディスるわけじゃないんですけど、やっぱりそこのいつ改定してくれるのかとか、うん、その、分野の、なんだ進化程とかの時にちゃんとすぐ対応してくれるのかとかっていうのがやっぱ分からないですね、問題集によっては、うん、ってなるとやっぱり
一番その無難っちゃ無難なんですね、青チャート。いや、そうです、正直。そう、はい、だからやっぱりフォーカスゴールド、うちが、別に全然使ってる生徒さんいっぱいいますけど、じゃあ動画で常にフォーカスゴールド、フォーカスゴールドって言ってない理由は、じゃあこの動画を3年後に見た人が、本当にフォーカスゴールドを使えるのか分かんないじゃないですか。もう分かんない、まあ、まあフォーカスゴールドはあると思いますけど、うん、ってなった時に、やっぱりその、まあ、ちょっとこう、揺れる可能性のあるものっていうのは、うん、なるべくその、まあ、排除するじゃないですけど候補の一つにするにとどめるのがいいのかなと思ってるので、はい、ただ見てる皆さんは1年後や2年後が受験じゃないですか、大体の場合ね、うん、だそういう人はまあ別に入学者の人全然いいと思いますけどね、うん、まあ、ただあれですね、確かに 1年後受験の人が今から 1A の入学者のレジェンドはちょっと不安がよぎりますね。まあちょっとよぎりますね、ちょっと大いによぎりますねそういう方はちょっと基礎問題成功の方がいいかもしれないですね、はい、はい、まあ、ただまあ余談はありますけども、まあ、ぜひですね使って見ていただければいいかなというふうに思います、はい、まあ、うちもちょっとまたね、ちゃんと会議をしなきゃいけないけど、うん、参考書ルートを変えていく可能性もあるので、ただ青チャートを否定することはないです、うちは。ないです、うん、はい、基本的にはね、なんですけど候補としてバリエーションの中に入れていく可能性は大いにあるので、はい、ぜひ皆さんも本屋さんとかでまずは眺めてみて選んでみてください、はい、はい、それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。はい、では今日のプチェリーコーナーです。はい、青チャート、フォーカスゴールド、あとニューアクションレジェンドと、あと総合的研究ですね、はい、どれが一番おすすめですかという質問です。はい、まあ椎名先生に聞いてくださいっていうふうに言いたくなっちゃう動画出されてるんでね。そうですね、はい、まあそれはまあ冗談ですけど、まあ個人的にはですけど、まあやっぱり一番、まあ、受験生にとって、まあ、親しみやすいのは青チャートなのかなって気がするんですよ。まあそうですね。でなぜかなんですよ、これ使ってる人が非常に多いんですね。つまり、うん、学校の先生とか塾の先生にこれ分かりませんって思った時に解いたことのある人が非常に多いんですね。いや、そうですね。で今回例えば前の動画でも言ったんですけど、進化定番になったけど一番最初の問題同じだったじゃないですか、うんうん、だからああれねみたいな先生が多いんですよね。そうですね、理科で重要問題集聞きに行くと、ああこの問題ねって毎年なるやつ僕らが、はい、セミナーとかでリーダーとか、ああこれねって、なんで、まあ、一番結局だから教えてもらいやすいとか、うん、無難な意味で青チャートがいいとは思うんです、うん、ただ例えば学校で指定されてるのがフォーカスゴールドです、全然いいと思うし、ニューアクションレジェンド読んでみて一番好きでした、全然いいと思うんですね。だからあとはそこはもう自分の選択次第かなと思います。ただ一個だけ注意点は、やっぱ総合的研究、まあ、並べられてるんですけど、ちょっとレベルちょっと違いますよね。うん、そうですね、はい、なのでここは どうですかね、まあ、かなり数学が得意で厚さを改めて一周できる方って感じになりますかね。そうですね、やっぱちょっと硬さとかも若干ありますしね、うん、はい、いい本であることは間違いないですよ、うん、ただ例えば学校の先生に総合的研究を持ってってここって言っても、はいはいはいこれはこうだよってパッて教えてもらえない可能性が若干あるので、そこは気をつけた方がいいかなとは思います、はい、ただ青チャート持ってって答えられない先生がいたらそれ多分先生失格なんで、いやまあ数学の先生ならね、うん、特に青チャートやっぱ見といてくれよって思っちゃいますよね、うん、まあ、学校がそれじゃなくてもね、うんうんうん、はい、まあそうですね、まあ進化定番でたまたま入った問題がね一瞬じゃないっていうのはしょうがないですけど、まあ、しょうがないけど、はい、ただそうじゃない問題の方が多分多いと思うので、そうですね、はい、そう考えると見たことのある問題はね多分多いと思います、はいはい、なのでぜひね皆さんアウトしてもいいですし、自分で選ぶことを前提に考えてみてください、はい、はい、というわけで本日の話は以上です。